ああ、またエブリの試練ってやつだ。どう見てもそうだな。これでやんのかな。オッケー。シンボルが回転するんだな。そういうことか。来たぞ。おい、なんだ。見ろよ、石像だ。海賊の船長だ。アンモニー、オールドリッジ、アルバスラニー、名前なんだっけ。そのアルバスラって男、どんなやつ。ムガール人、ランプライバーの元々襲撃されるはずの時、戦闘中に逃げてランプライバーの罪悪を暴露した。エイブリーが連れてきた。その通り。それでいい。あとは避難でやってるだけだ。よし。おお、また出てきた。今度はどれどれ。ジョセフ・ファレル、ウィリアム・メイズ、アリク・ビン・マリクとクリストファー・コンド。あと4人か。やったな。で、最後の船長さんたちはリチャード・ウォン、エドワード・イングランド、そしてトーマス・テューさん、見ろ、あそこに行けってことだな。おいおいおい、待てよ。11人しかいないぞ。海賊の親玉がいないな。うん、どういうことだ。